はい、どうも、ゆたです。はい、本日は、富士スピードウェイに来てます。この背景から見えるように、霧がかっております。夜中に雨が降ったみたいで、ちょっと路面乾いてるとこと濡れてるところがまだある感じで、ちょっと朝の10時半枠走ろうと思ったんですけど、全然無理で、でも駐車場もまあだいぶ乾いてきてます。で、次の枠が1時と3時かがあって、ちょっとそっち、狙っていきたいなという感じで、でもだいぶ霧出てて、いろんな天気予報を見ると、ほとんどが曇り晴れなんですけど、なんか3時、1時ぐらいにちょっとにわか雨が降るかもしれないっていう、予報のところがあるんで、ちょっとそれマジで踏んないでほしいなって。もうここ逃すと、次、2月12日、つくば TC2000、ズミソなんですけど、そこで新品 GS 下ろして、まぁ、ちょっと踏ん切り、まぁ散々踏ん切りって言ってますけど、ちょっと現実、もしかしたらちょっと厳しいかもしれないですけど、まあできるだけちょっとやっぱベスト更新して0秒台はマストで、ちょっと必須で入れたいなっていう気持ちです。他にもやっぱ VAB 仲間0秒入ってたりとかしてて、でやっぱ他のコースとかも見るとやっぱ同じぐらいのタイムなんで、自分のもやっぱ0秒入るポテンシャルはあると思ってるんですけど、やっぱなかなかやっぱコンディションだったりとか、まあいろいろあるんで、まあちょっとコンディション悪くてもやっぱ0秒台入れたいっすよね。はい。まあちょっと、まあこの前のね TC2000 ちょっとポリ買われて、あんま走れてないんですけど、ただやっぱ1本目走って2本目走っても、ちょっと感触は悪いかった。ま、ちょっとノーズ、まあ入るは入るけど、その絶対的グリップ感というか、なんだろう。その、旋回 G のピークの時のグリップ感っていうのもちょっと薄くて、あと、ちょっとまあいろいろ変更したことによって、ちょっとリアのトラクションが薄めにはなってきてはいるんで、まあそこです、今の課題は。ちょっとまあノーズは入ってくる方向にはなってるんで、そこのノーズ入れてから向き変わるまでのちょっとグリップ感がもうちょっと出るはず、あるはずなんですけど、ちょっとまあ乗り方が悪いのか、まあセッティングがまあ散々今やってるんで、そこがちょっとうまくマッチしてないのかわかんないんですけど、ちょっとそこを探りに、もう筑波の本番前は今日の富士しかないので、だいぶ曇ってね、コンディションも微妙な中ではあるんですけど、ちょっと走れる、なんとかドライで走れることを願って、これから準備するんですけど、ちょっとやってきたとことは、プリオ、まあ、多少かかってたんで、それをもうほぼゼロにしてきました。で、車高もちょっとフロント、3ミリ、5ミリぐらいかな、落ちました。で、あと、何やったんだっけ。あ、リアのバンプラバーも、だいぶカットしました。なんで、あの、フロントに依存してて、リアも沈まなかった、バンプしなかったんですけど、フロントが、バンプラバーなくなったことによって、後ろにもやっぱねじれがそのまま来るんで、それの、今までバンプタッチとかしてなかったんですけど、多分、リアもバンプタッチするようになったので、それでね、フロントが、ラバーなくなったことによって。なので、そこですね。で、その分も合わせて、やっぱスタビのまた、強さ変えたりとか、そこの微調整もあると思うんで、まあ本番 TC2000 は4本ぐらい走れるはずなんで、まあそこで微調整していけたらいいなと思ってます。
あとフロントの伸び側も今回ちょっと締めて、はい、様子見たいなと思ってるんで、そこですね。とりあえず、まあ、タイヤももうほぼツルツルなんで、一枠二枠、まあ、一枠は走れると思うんですけど、まあちょっと限りある時間の中で、ちょっとまあ濃い時間を過ごせたらいいなっていうふうには思ってるんですけど、いやーなんとかちょっと実らせたいなという思いでいます。で、横は、某有名なショップさん R が頭文字のところの車が来てますね。トラックでトランポで来てます。多分タイヤも何セットもあってウォーマー巻いてるんで、プロドライバー来るんじゃないかなと思うんですけど、雑誌のね、あの有名なの雑誌のあれもあるじゃないですか、撮影も。わかんないですけどね。はい、という感じでちょっと外見せましょうか。はい、こんな感じなんですよ。路面はちょっと乾きつつある。はい、この前ね、ポリカ割れてしまったんで、一応ね、対策としてここね、見えないっしょ、これ全然わかんないっしょ。黒テープで塞いで、その上を青で貼るっていう。遠目から見たら全然わかんない。ほら、これ多分、ね、完璧。この辺から多分空気入ってこう割れちゃったと思うんで、でポリカもだいぶこうきつめに上のこうサッシに強力に当てながら止め直したので、はい、こっちもかなり頑丈になってます。で、あと1時間半後ぐらい1時になって走行なんですけど、結構ね、だいぶ乾いてきたっぽいね。ちょっとまあ皮ができるポイントは乾きが遅くて、まあ、レコードラインはだいたい乾き始めてきてはいる。まあ、これぐらいなら支障ないぐらいに走れるかなーっていうぐらいですね。まあ、テストなんで、はい。コカ・コーラの路面がね、数日前に新品になったんで、あそこ違い分かると思うんですけど、路面が黒と向こうのアウディの看板と、ちょっと濡れてんのか分かりづらいんだけど、乾いてそうだよ。ちょっと濡れてるたまりがあるけど、他の面とかに基本的には乾いてそうだね。よし、あと30分日が当たればドライでしょう。
本走って、まず感想、感触的にはウルトラミラクルスーパードワンダーでした。そのドワンダーっていうのも正直まあもうタイヤがタイヤなんで、タイヤのせいでアンダーなのか、セッティングが違くてアンダーなのか、それとも俺が運転が下手でアンダーなのか、ちょっとまあ運転も突っ込みすぎっぽいところはあるんだけど、タイヤのグリップがなくて突っ込みすぎになっちゃってるっていうのも正直あると思います。まあそのタイヤのグリップに合わせて運転しろっていうわけなんですけど、いつものブレーキポイントで1コーナーとか踏んでもちょっとオーバーランで、 ABS も早めに入っちゃったりしてたんで、まあ明らかにグリップ不足、それがまあタイヤによるものなのか路面によるものなのかっていうのもあるし、まあ一番はやっぱそのタイヤか路面かのグリップによってのアンダーが一番要因的にはでかいと思います。でそのグリップがなくてアンダーな上にいつも通りっぽい突っ込みっぽい運転すると、まあウルトラミラクルスーパーアンダーっていう風になっちゃいましたね。なんでちょっとまあテスト走行に来たっていうわけではあるんですけど、ちょっとねいい収穫はできませんでした。本当に今のこのままの状態だとやっぱり結構0秒も厳しいぐらいの感触です、自分の中では。まああとはその新品にしてどれだけタイヤがグリップするかで、そこでやっぱり運転も減衰もの合わせ方もやっぱ変わってくるし、車の動きっていうことに関してはあんまり、そうだね、いい収穫はなかったです。でリアデフオイルもちょっと2回走行したので新品にしてきたんですけど、今日、それのチャタっぽいピッチングっぽい感じのは、街乗っててもちょっと減ったので、まあ、多少やっぱオイルは新品の方が合うかもしれないですね。そこはちょっと分かったことで、あとフィニッシュの時のコントロールラインは6速入れずに5速のままちょっと引っ張ってちょっと試してみたんですけど、コンマ1ぐらいはもしかしたら変わりそうっすね。どん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 リアルタイムでマイナス表示にはなってってたんで、まあ、それはちょっとタイム狙いに行く時は5速で最後、今度から積極的にちょっとまあ引っ張る形にはな、7000以上使っちゃう形にはなっちゃうんですけど、まあちょっとコンマ1を取りに行くにはまあ8000ぐらいまで回そうかなとは思ってます。はい、いやちょっとなアンダーだったな。路面もやっぱね雨上がりの乾き始めで、まあ、食わないっていうのもあったと思うんですけど、ただでもコカ・コーラの舗装ですね、あれはちょっと食うような気はしました。はい。で車も基本的にオーバーっていう感じは全くなかったんで、アンダーっぽくて、で減衰もフロント緩めて戻したんですけど、もうタイヤが垂れちゃってるからもう減衰どうのこうのっていう、それを度が過ぎてるドアンダーだったんでもうどうしようもなかったっすね。はい。であとちょっと走行中の、まあぶつかってはないんですけど、もう本当にちょっとぶつかっちゃったなって思ったぐらいの出来事がありました、アドバンコーナーで。まあ正直難しいところではあるんですけど、そのコース内のルールとかによってはね、やっぱ行動もそうですけど、まあ行動っていうのは明確にルールがあって、まあその中で、まあ思いやりが、もちろん皆さんお互いにあってできてる中での交通ルールなんですけど、
まあ、サーキットの中って意思表示がなかなか難しいので、まあ、クーリングしてんのかアタックしてんのか、もちろんライトアタック、ライトオンしてハイビームにしてアタックしてますよって表示できる人もいれば、そういうのしないでアタックしてる人もいるし、もちろん毎週アタックしてるわけじゃないので皆さんが、でクーリングしてる中で、まあアタックつけて、ライトつけてアタックしてくる人もいるわけで、みんなやっぱりタイムを求めてアタックしに来てるものだとは思ってるんで、サーキットにね。まあちょっとたしなみたいっていう人もいるかもしれないですけど、まあその両方がいると思います。ただそれはお互いはやっぱ走る上で、お互いのやっぱ意思とかそういうのを尊重し合いながら運転しないと、今回前の車はライトオンしてなかったんですよね。まあアタックしてないしすぐ追いつくペースだったから、もう完全にクーリングだと思うんですよ。まあ相手のレベルもちょっとわかんないですけど、すぐ追いついたんで、でこっちはライトオンで、アタックしてるんで、もうやっぱりタイムを求めに来て走ってるわけですから、でまあちょっとアドバンでイン刺したんですけど、まあ後ろ全く見てないんでしょうね、多分イン締めてきて、ちょっとね、まあそうっすね、まあ無理やり突っ込むなって言われたらそれまでなんですけど、やっぱお互いが気持ちよく走れる環境っていうのは、我々そのね、走る者たちがやっぱ作り上げていくものなんで、ちょっともうちょっと緊張感持って、やっぱ後ろ前より、プロドライバーも言いますけど、前より後ろのを見るってね、本当ずっと後ろを見るぐらいの感じで、まあ、直線だったりカーブ中はもちろんあれですけど、直線なんか特に富士は長いんで、ライトオンしてればもう来るなっていうの分かりますから、だいぶ遠くからも、もうちょっとやっぱ緊張感持って走った方がいいんじゃないかなって思いますけど、まあ全員が全員そうできるわけじゃないから、まあもちろん僕が言ってることが全てじゃ正しいって言いたいわけじゃないですけど、やっぱりそういう風にまあルール走っていかないと、まあいい走行は作れないんじゃないかなとは思います。まあでも僕も本当、まあ無理にっていうか、ちょっと相手も見てないかなと思いながら、もうちょっと運転すればよかったなっていうのはあるんですけど、まあ一応ぶつからなかったんで、まあ僕はもう、あ、ちょっとぶつかっちゃったかなって思ったんですけど、なるべくちょっとアンダー出さないぐらい減速してインには寄せたんで、ギリギリ多分ぶつかる瞬間に相手も気づいたんじゃないかなと思うんですけど、まあとりあえずぶつかんなかったんでね、まあ良かったんですけど、はい、一応やっぱりね、こういうことがあるんで、本当行動じゃないから保険もないしね、サーキット保険入ってれば別ですけど、ちょっとまたね、まあ、勉強になる走行でした。今日はいろんなことを含めて、はい、という感じで、来週、再来週は筑波2000、天気予報は一応晴れなんで、まあいいコンディションになればいいなと思ってます。はい、ちょっとこのアンダー感、正直新品タイヤで合わせないと話にならないんで、今どうのこうの何をするっていうのはちょっと思い浮かばないんですけど、まあ現地でアンダーだった時のことを考えて、何か対策できることは考えて準備して持っていこうかなと思ってるんで、次のちょっとつくばの動画楽しみにしてもらえればと思います。はい、で今日のタイム言ってなかったね。タイム55秒真ん中です、何本か。はい、そんなもんす。ちょっとまあ1コーナー1部屋1コーナーとかセクター1はちょっとマイナス表示あったりとかしたんですけど、まあ全然ダメでしたね。はい、という感じで以上です。